www.swaybeats.net。 何がすか、ん、何がすか。いや昨日家帰ったんが朝6時ぐらいやったな、いう秋のスウェイビーズレディオの収録やったんで。あ、どうやったんすか昨日は。早く聞きたいですね。この度スウェイビーズリニューアルいたしまして、はい、新たに DJ タンコさんに、はい、ミックスで参加していただけることになりまして、はい、それを記念に、昨日の収録のスウェイビーズレディオはゲスト DJ タンコを迎えてのスペシャルトークを行ったわけですけども、いやまあね、やっぱり楽しい会話でね、会話が弾んで弾んで、はい、紹介曲の方は、まあクレームが多かったんで、あんまいらんと、いらん言われるんですよ。ラジオでも言うたんですけど、紹介曲いらんって今までよく言われてたんですよ。ぶっちゃけね、僕ね、カズ君とラジオ聞いてるんですけど、はい、曲飛ばすんですよ。飛ばしてんのかいみたいな。こっち必死で曲選んどんねんって、これの次はこれかな、やっぱりいやちゃうなーって言うて 1,2 時間はかかったんだよ、あれ曲選ぶの十何曲、それをトークの方が面白いって言ってもらえるのはありがたいことですけれども、飛ばされるのも悲しいなと、まあ意地になってたんですよね。もうそこは妥協できへんと、まあ、あまりにも多いのでこの前岡山行っても、はい、言われたんですよね、はい、トークがいいと、はい、いやわし何売りや何売っとんねやでも一応言うても、僕も飛ばしますわ、はい、何、はい、僕も飛ばしますわ、飛ばしますね、何お前らで、まあやっぱスウェイビーツってやっぱ、はい、音楽サイトのラジオ番組なわけじゃないですか、はい、そこで、はい、トークだけ、はい、になってしまったら何の番組なんみたいになってまうじゃないですか、はいはい、だからまあ妥協ではないんですけども、はい、まあ1回につき1曲じゃあ3曲紹介してたところを1曲に変えました。はい、1曲だけですか、はい、あ、じゃあ聴いてくださいっていうのを1曲にしました。なるほどね。今まで3曲立てず、じゃあ1曲ぐらいやったら聴いてくれんちゃうかな、で細かく入れるみたいな。まあそうですね、いやそうでもないです、そうでもない曲数グッと減ってます。そうですね、もうグー減ってますね、トークの時間がグーッと減ってます。まあ聞きたいな、それ聞きたいっすね、ほんまに。まあでも昨日も缶チューハイバーッ飲みながら喋ってたんでね、はい、何喋ってたかちょっとよく覚えてないスウェイビーツ TV www.swaybeats.net